はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。パレアフタートークということでですね、今回も始まりましたアフタートークなわけなんですけど、こちらはですね、科学者シリーズのアンブロワーズパレーの動画を編集終了後に撮っております。なので、もしよろしければその科学者シリーズアンブロワーズパレーの方を見ていただけるとすごく嬉しいです。それの内容の補足みたいなとことか、まあパレについて結構好き勝手編集終わった後に、あの本編の方はちゃんと調べてやってるんですけど、こちらの方はですね、ほんと雑談です。雑談で適当なことを喋っているのであることないこと喋ってしまうかもしれないで、本当に適当に話しているんで、あのちゃんとしたものを知りたい方はあの本編の方をご覧ください。で、これは私が好き勝手話しながら、あのできれば科学者の相関図を完成させていきたいなっていう裏の目標もあるんですけれども、早速ですが今回はアンブロワーズパレーについてやっていきたいと思いますが、まあ、前回前々回同様、あの科学者は、科学者といっても医者はですね、他の人との結びつきがすごい薄いなんで、まず今回も名前書いて終わりだと思います。はい、あ、白で書いちゃった、白じゃないや、水色で書いちゃった。アンブロワーズパレ、アンブロワーズパレ、あ、間違ったすごい間違うな今日。やってな感じでですね、もうやった科学者は塗っていきましょう。はい、アンブロワーズパレ、つながりがないのでここら辺ですどうしようかな、パレどこに置こう。で、今回で3人目なんですけど、お医者さんは。まず第1回目はベサリウスですね。ベサリウスは1514年から1564年。今回のパレは1510年から1590年なんで、年代的には同じ年代を生きてます。同世代って言ってもいいくらいかなっていう感じですね。まあ4歳しか違わないんで、でパレの方が上なんですけど、パレの4年後にベサリウスが出てきたおかしいな、参上したんですけれども、あのベサリウスはですね、ベルギーのブリュッセルで、パレはですねフランスになりますね。で、どうなんですかね、多分この2人って同じ年代を生きてるんですけれども、あ、ちなみにパラケルススはですね、パラケルススはこの2人よりも前の感じなんですけど、1493から1541年なんで、まあ生きてる時代は、かぶってる時代はあるんですけれども、ちょっとなんか先輩って感じですね。で、アンブロワーズパレーとベサリウスはですね、同じ年代に生きてはいるんですけれども、なんかなんでしょうね、私の印象だとベサリウスは、なんか迫害まではいかないですけど、なんか宗教界とかその医学界から結構やんややんや言われた感じで、パレはあのそれとは違って、大学のその権威の人たちも、なんかお偉いさん方もなんかあの受け入れたみたいな、なんで待遇としてはすごいいいんじゃないかなと思うんですよね、パレに関して言うと。あの最終的にそのなんでしょう、まあ本編見ていただければわかるんですけど、その
大学のお偉いさんたちが医学博士号を、外科学博士号かを取得してほしいから答え教えたみたいななんで、これは答えこれだからねみたいな感じで教えたっていうところから、ベサリウスはもう医学のお偉いさん方は出てけっていう感じなんでまた違うかなっていう、同じ年代には生きているけれども、そういった違いが、片やもう追い出されて、大学追い出されてっていう感じだけれども、パレは大学に受け入れられたっていう感じですね。なので2人が合ってるかどうかっていうのは、なんでそういう風にちょっと結構違う、なんか評判は聞いたかもしれないけれども、全然フィールド住んでる場所っていうか働いてる場所っていうのが違うんで、でベサリウスは最終的にスペインとかに行ってるんで、なんか全然違うのかなっていう感じはしますね。なんでまあ国、住んだ国によっての対応も違うのかもしれないですけれども、なんかこの2人っていうのは、ベサリウスとパレっていうのは、なんか片ややんややんや言われ、片や受け入れられみたいな感じで、ちょっと違う感じの2人なんじゃないかなっていうふうに思います。でそれとも全然なんか、ここの2人は、ベサリウスとパレはなんかそういう風な、その大学のお偉いさん方に対しての反応が違うっていうのと、全然ちょっと種類は違うパラケルススみたいなパラケルススは本当にいろんなとこ旅してますからね。あ、なんで旅してる分パレと会っては、まあすごいなんかその可能性はなさそうですけれども、少なそうですけれども、なんかまたパラケルスは違うフィールドで戦っていた男みたいなイメージが、私の勝手なイメージですあるなぁ。で今回紹介したアンブロワーズパレっていうのは、なんでしょう、一言で言うんだったら、まあその動画を作ってる中でなんかすごい印象に残ってるのが、優しい外科医っていう風に評価されてるんですよね。なんでまあパレ自体はその医療、自分が施す医療っていうのは、その貧富のさ、お金持ってるとかお金持ってないとかっていう差別はなくて、でまあ途中でですね、ユグノ戦争かな、まあ戦争が起きて、なんかユグノ戦争でよかったんだっけかな、なんか次の人と混ざってないかなんか違うかもしれない、ユグノ戦争でいいのかな、次の人がイングランド内戦か、第一次イングランド内戦、まあ、次の人もいるんですよ、次も次回もまたお医者さんなんですけど、その人のなんか、その人、次のやつとかもちょっと音声とか収録してたんで、あ、ごっちゃになってたら申し訳ないんですけど、詳しくは本編の方で確認してください。何の争いだか忘れちゃったあ、まあ、とにかくそのプロテスタントとカトリックが争ってて、その時にもまあ争い事が起き、その時も軍医として働いてたりするんですけど、その時もですね、そのまあ貧富の差もそうですし、その どっちの派閥にいるかとかって、そういうのも関係なしに、その人たちの立ち位置とか地位とかも本当関係なく、至る人に平等に医療を施したっていうことで、優しい外科医っていう風に評価されてるんですけど、
なんかそういう行動もそうだし、もしかしたらパレ自身のそのねなんか人柄もあったんじゃないかなっていう風に、なんかパラケルススとベサリウスは結構過激な感じで書かれてるものを私が読んだのはそれだったんで、なんかこっちの2人パラケルススとベサリウスって劇場化みたいな感じで、なんかわーみたいな感じこらーみたいな感じなんだけれども、あのパレはなんかそういうんじゃなくて、なんか私の印象ですよ、勝手な印象なんですけど、パレはなんかその結構温和なイメージはありますね。なんでそういうところも あって受け入れられた人たちと受け入れられなかった人たちがあるのかなっていう、ちょっとこれなんか大学にチーム大学に受け入れられた人とチームちょっと医学界からちょっと遠ざかった人たちと分けとこうかな、これこんな感じでパランケルススとベサリウスはちょっとね、ちょっと医学界から遠ざかってしまった人と医学界に受け入れられた、ここでわからないけどここら辺でね線が引かれるんじゃないかななんか薄く線引いとくか、なんか薄く線引いとこうなんか薄い線引いときます、なんかこんな感じあーでも書いとこう、薄く書いとくかな、医学界から追放医学界に受け入れられるまあこんな適当な感じで書いておきますメモ、まあ、これすぐ消せますからね、メモみたいな感じで書いておきましょう。そんな感じで、パレはですね、パレのことをちょっと紹介すると、まあ、パレはあの戦場で医術を発展させたっていう人なんですけれども、まあ功績としては四肢切断の仕方、足とか手とかの切断の仕方とか、あの銃装痕って、あの銃を受けた時、銃の傷ですね、銃撃たれた撃たれた傷の治し方とか、そういうのの、あの戦場でどういうふうな応急処置をしていくかっていうのを、まあこれも戦争があったから発展した医学っていう感じですけど、戦争がなかったらそもそもパレの業績はなかったのかもしれないんですけど、まあそんな感じで、まあ、戦場でですね、あの患者さん負傷者の人と向き合って発展、どうすればあの楽、自分が治す人が楽ではなくて、治さなきゃいけない人が楽になるようにっていう風に考えた結果がその改良だったんじゃないかなっていう風に私は思いますが、そんなあのアンブロワーズ・パレはですね、なんでしょう、パラケルススもベサリウスもその大学に入って大学で医術を学んでっていう人だったんですけれども、パレはですね、そのなんでしょう、どちらかっていうと勉強をガリガリしてきてなった医者とかではなくて、実践であの医術を身につけたっていう人で、少年時代っていうのは理髪師の徒弟、まあ弟子入りですね、年季奉公人っていう、年季奉公にお金をもらってで働きながら、そんな多分お金をもらうって言ってもそんな高額ではない弟子なんでね、まあそれでももらいながらっていうことなのかな、年季奉公人なんで。で、その理髪師の徒弟って言われる、お金もらう弟子みたいな感じかな合ってんのかな、なんか違うかもしれないですけど、そんな感じの
なんですけど、理髪師って言ったら、まあ、この年代の科学史とか歴史の本とか見ると、理髪師っていうのは今の理髪師とだいぶ違うっていうのはよく出てくるんですけれども、私もこれ一番最初にその理髪師っていうのを何かっていうのを知った時びっくりしたんですけどね。理髪師って理髪師なんかお店とかじゃなくて、私が一番最初に見た理髪師の絵とかだったら路上でやってるイメージがすごい強いんですけどなんでひげを剃るは、髪も切るは、剃るは、しらくはするは、骨折とか脱臼も治すはとか、なんかありとあらゆることをなんか道端でやってくれる、処置してくれる便利屋さんみたいなのが理髪師だったんですよね。でそこで技術を学ぶわけですよ。多分脱臼とか骨折とか損傷って、まあ、切り傷とかそういうのを治すっていうことは、そこでですね、応急処置とかっていう技術を学んでいくわけですよね、パレは。でそれで病院勤めした後に軍医になるんですけど、まあまずはじめはですね、フランスとドイツの間で戦争が起きるんで、その時に軍医として行くんですけれども、それでまたそこでいろいろな負傷を、傷を負った人の手当てをしていて、でその四肢切断とか、手足を切るってやつですね、とか、あとは銃に撃たれた時の応急処置法とかっていうのを、多分もっといろいろなものも改善したんじゃないかなっていう、そんなパレはですね、その軍医と働いた後は、まあ絶対もう学歴がないと入れませんですよっていう感じの外科医の集団に入るわけですよ。もうこれもね、コレージュド・サンコーバってやつらしいんですけれども、その医学団体に入ったり、あとは大月の外科医の寺院頭ですよ寺院頭っていうのはですね、王室付きの中でも一番です。トップの人なんですよね。でそこまでなんか王室付きになったらもう戦場に出て働かなくてもいいじゃんっていうもうそこの高みの決めつみたいに人にやらせればいいんですけど、それでもその後にまた争いが起こって、そこでまた医療を施してっていう感じで、なんでそういう風にまあ王室付きにもなってはいるんですけれども、それでもいろんなところにいて医療を施したっていうことは、本当にもう人の命を助けたいとか、困ってる人を医療に施したいみたいな風に、施したいんじゃないんだろうな、でも施さねばっていう使命感なのかもしれないですよね。なんでそんな感じで、その戦場に行ったりもするんですけど、王室付きになってかなった後もそういう風に第一線で働いてたパレなんですけれども、もうこの話が私大好きで、初めの方にも言ったんですけど、大学のお偉いさんたちがもうパレのためにそのね、パレのそこまで築き上げた業績もそうだと思うんですけど、パレ自身のそういう性格もあったのかもしれないんですけども、大学のお偉いさんたちが試験合格のために答えを教えたっていうなんか勝手に脳内で変化して、パレパレこれ答えこれだからね、パレこれは答えはこれなんだよみたいな。で
パレはその大学博士号を持っているお偉いさんたち、その権威たちはギリシャ語とラテン語もできないようじゃ学がないんだよあんたたち、みたいな風に言ってた人たちが、パレのために試験受からせるわ、そのパレはもちろんギリシャ語もラテン語も学んでこなかったんで、できなかったんで、それでもああいいんだよパレはいいんだよパレはね音楽できなくてもいいのあなたは、みたいな感じで、勝手なイメージですけどね勝手なイメージですけど、そういう風になったのかなっていう風に思うと、すごくパレのその後世にその後の人が今見て、あこの人この時代ではすごい人っていう人もたくさんいるんですけれども、パレはもうその当時にもういろいろな人から、そのいろんな地位の人たちから認められたっていうのは、このパレっていうのはすごい人だなっていうふうに改めて今回動画作って思いました。なんか最初に本で読んだ時もこの人なんかすごいなと思ったんですけど、動画を作ってさらにパレの凄さっていうのは、やっぱ他の科学者と比較しても、科学者っていう他のその医者と比較してもパレっていうのはちょっとそのなんて言えばいいんだろう、異様他の人とはちょっと違う凄さっていうのがあるんだなっていうふうに思いました。ということで今回はアンブロワーズ・パレについてやっていきました。そのアフタートークでした。ということでですね、次回はまたまだお医者さんですでこれで一旦お医者さんシリーズは4人で終了になって、また次回は違う分野の人なんですけれども、楽しみに待っていただければすごく嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできると嬉しいです。さようなら、バイバイ。